どっから始めるんや。ほな、行こうか。すぐやて、ほんませっかちゃの。ちょっと、すいません。あ、はい、うん、あの、魚の家ってどこかわかります？あ、あ、あ、そ、それやったら、こここう行って、あの、左行ったところです。どうもありがとう。これお姉さんのとちゃいますか？あら、また？はい。このピアスったらすぐに取れちゃうのよね。ありがとう。 いえ、どういたしまして。こら、ヘイジ、何鼻の下デレーっと伸ばしてんねん。アホ、そんなんちゃうわい。お、みんな来よったで。おーい、こっちはこっちは。もう、ヘイジー。ハットリくん、カズハちゃん、こんにちは。こんにちは。おう、遠路はるばるご苦労さんやったな。ほな、みんな揃ったとこで行こか。異国間巡り。あ、ちょっと待って、もう先に行っちゃうわよ、お父さん。な、なんや、おっちゃんも来とったんかいな。ひ、もともといけすかねえんだよこの町は。どないしたんよ、えらい機嫌悪そうやなんか。それがお父さんたら、さっき駅のホームでね。な、なに？陽子ちゃんが結婚だと？でもね、中を見ると結婚はまだまだ先っていう記事だったの。なんや、教師に騙されたっちゅうわけやな。そうなんだけど、おかげでずっとアーなのよ。ケッ、勝手に言ってろ。俺はもともと競馬の記事を読むつもりで買っただけなんだからよ。ああ、お父さんってば、本当に子供みたい。子供みたい。いや、なんでもあらへん。とにかく次の場所行くで。な。わあ、綺麗な家。どや、これが東大の家や。ま、ここから異国館街っちゅう印やな。ランちゃん、このうち上まで上がれるんやって。行ってみよう。ただの家じゃねえかよ、くだらねえ。もう、お父さん。見て、いい眺め。ほんまや。あそこがさっきの駅で、その向こう、あれ空港や。
よっしゃよっしゃ、これで今日はうまいこといきそうやな。おい服部、今日俺たちを呼んだのは一体？ちゃうちゃう、ほんまのほんまに裏はないで。お前を呼ぶときやなんやいろいろせわしいやろ。せやから今度こそゆっくりうまいもんでも食わしたろ思てな。ならいいけどよ。平次、次行こう。次せやな。ああ、まさか服部平次さん。え、超感激、まさかこんなとこで会えるなんて。ちょい待ちいな。何やお前、誰やねん。私、吉野直美、高校で探偵クラブの部長やってます。実はずっと前から服部平次さんの大ファンだったんです。あ、お姉ちゃんは確か。あら、なんだチビにランさんじゃな。お久しぶりね。おい工藤、お前知り合いか？ああ、前にこいつの学校で事件があった。その時に。ああ、なるほど。でも直美お姉ちゃん、どうしてこんなところにいるの？たまたま旅行してたのよ。でもまさか平次さんがいるだなんてね。これも探偵としての勘ってやつじゃなくて。ちょっとあんた、何平次になれなれしくしとんねん。誰をたく？遠山和葉、平次とはちっちゃい頃からの幼なじみで。だったら関係ないわよね。さあ平次さん、ここは気の合う者同士、異国感慨でデートとしゃれ込みましょう。ちょっと待ちや、今日平次は私たちと。私たちと何？私たちと、その、はいはい、関係者以外は黙って黙って。さあ行きましょう平次さん。そやけど俺は。ちょっと平次、平次さん、なんで来ないなるんや。あの、せっかくだしみんなで回ったらどうかしら。そやな、うん、今回はそれが一番や。勝手にしろ。こっちは酒でも飲まねえとやってらんねえぜ。じゃあな。ちょっとお父さん、もう本当にしょうがないんだから。まあええやないかな。とにかく次の場所へレッツゴーや。はーい。もう平次、セーブス、ちょっと待っててや。どのファイルがええんや。セーブするで。終わったで。これが魚の家や。壁から中の門までみんな魚がモチーフなんやで。さすが平次さん、物知り。高校生名探偵と言われるだけのことはあるわ。そら、ありがとう。ジロ、ランちゃん、あんなやつほっといて、あたしら先行こう。
待って、カズハちゃん。おい、いいのかよ、服部。しゃあないやろ。ああなったらサワラの神にたたりなしや。ああ、平次さん、やっと二人っきりになれたわね。え？あのお姉ちゃん、僕。はーい、ちびちゃん、あんた邪魔。カズハ。どうしたの？どないしたんや、二人とも。平次、あれ。なんやて？なんなのよ、このナオミちゃんを置いて。け、嘘。おい、服部。ああ、どうやらただごとやなさそうやな。そうね。もっとも、あたしと平次さんがコンビを組めば、こんな事件なんてズバッと解決よね。え？ナオミお姉ちゃん、あそこに犯人らしき人影が。え、どこどこ。ふぅ、サンキュー工藤。たく、世話やかすなよな。ほな、早速始めようか。おい、服部、調べるのはいいが、指紋なんかつけたら。ああ、わかってる。カズハ、ハンカチ持ってたら貸してくれへんか。ええー、けど。ほな、怪しいとこをひとまず調べてみようか。普通の金魚鉢やけど、魚はおらん。これに水入れて頭にぶつけたら、凶器になるやろな。こいつは、手がかりになるかもしれんで。俺たちが入ってきたドアや、ここ以外に出入り口はないで。ようさん魚がおるで。せやけど、特に怪しいところはないみたいやな。二人ともいきなりでびっくりしたやろな。ま、何はともあれ無事でよかったわ。見ての通り、魚を救うための網や。けど、何らかの形で凶器として使われたとも考えられる。こいつは、手がかりになるかもしれんで。あれ？この服どっかで見たような。